ユンカースユモ222、ユンカースユモ222、ユンカースジュモ222は、ユンカース社により設計された、高出力の航空機用、レシプロエンジンである。本エンジンは搭載する機体を開発した、B 爆撃機計画と共に数年間に、割り勢力的に開発されたが、実動可能な状態まで達せず、わずかな数が製造されたが、試作段階の息を出なかった。 ユモ222の開発作業は1937年に始まった。このエンジンは中心のクランクシャフトの周りに一列4気筒のエンジンバンクを6列配していた。この配置のために一見星型エンジンのように見えるが、エンジン内部の動きは V 型エンジンに近く他のほとんどの直列型エンジンと同じに液霊であった。シリンダーは隣り合うバンクが吸気管と排気管を お互いに向かい合う位置に出るように配置していたため、エンジン後部に置いたスーパーチャージャーからの配管がシンプルになり、排気管も酸性不分だけで済んだ。各シリンダーには2つの吸気バルブと1つのソジューム冷却の排気バルブがあり、2本のスパークプラグと吸気管の間には高圧燃料噴射装置があった。ボアとストロークは 135mm で、 エンジンの総排気量は四十六点五リットル。ドイツが入手できる低翼炭燃料で回るように、圧縮比はかなり低い六点5に設定されていたが、回転速度は三千二百 r p m に、高速化されていたユモ二百二十2は、利消出力二千五百 h p を発揮した。唯一の失望する点は簡素な一段二足のスーパーチャージャーであったが、それにもかかわらずユモ二百二十2は、 高度16,400フィートで 2,200HP を発生することができた。乾燥重量は1 0 8 8ラムであった。同時代の BMW-801 やダイムラーベンツ DB605 に比べるとユモ二百2 2 2の性能は飛躍的に高いものであった。ユモ二百2 2 2の排気量は BMW-801 の 41.5L よりわずかに大きく。 DB605 の 35.7L の約1、4マシであったが、出力は BMW801 の 1600HP や DB605 の 1500HP よりも、かなり強力な 2500HP を発生した。単位あたりの出力は UMO222 が 40kWL、BMW801 が 29kWL、DB605 が 31kWL であった。 さらに印象的なのは、馬力重量比が、ユモ2 2 2は 1.04hp、ポンド、これに対し DEB605 は 0.88hp、ポンド、BMW801 はかなり劣る 0.60hp、ポンドであった。ユモ2 2 2は、寸法もこれらのより小型のエンジンと、ほぼ、同じく、幅は BMW801 の1.27。 メートルに対し1.16メートル。長さは DB605 の2.3メートルに対し2.4メートルであった。u モ2 2 2は開発中の他の高出力エンジンと比較しても好ましいものだった。ダイムラーベンツ DB601 を2機結合した DB606 は 2400HP を発生したが、重量は途方もなく重い1 5 1 5ラムで、 寸法は 2.1X1.6X1.1 メートルもあった。ドイツ航空省 RLM はユモ o 2 2 2と類似のダイムラーベンツ DB604 の可能性に大いに期待した。ユモ2 2 2の最初の試作エンジンは1939年4月29日に稼働し、後にユンカース152の機種に装備して空中テストが行われた。 222A と222バイトという名称の主要な生産モデルがあり、両者の相違は、双発機の右翼と左翼に装備することを考慮して、回転方向が反対ということだけであった。しかしながら、テスト結果は思わしくなくユンカース社は、最終的にこれらシリーズ A エンジンの開発を中止することが最善であると決定し、改良型のシリーズ E の開発に移行した。 新しい 222A-2 と B-2 は回転数が多少遅くなっていたが、同出力を発揮するために、ボアは少し大きい 140mm のシリンダーを使用しており、A-3 と B-3 は高高度性能を改善するために異なるスーパーチャージャーを装備していた。両機は信頼性の向上に向け改良が続けられ、 実験的にしか使用されなかった。1941年を遅くに、ユンカース社は、最善の策は、設計に根本的な変更を加えることであると決定し、222シート 222D を導入した。145X140mm の新しい、ドアとストロークを採用し、エンジン排気量は 49.9L になった。C、D 型は、回転数を、 元の 3200rpm に戻し、1942年の夏に稼働し始めた時には 3000hp を発生した。しかしながら問題は解決せず、わずかな数しか製造されなかった。RLM はこの時点で3年間も待っており、最終的にこのエンジンを諦め代わりのエンジンを模索した。RLM がこのエンジンを諦めたのと同じように、後に、 すべての B 爆撃機計画をキャンセルした。ユンカース社は未だ諦めずに、オリジナルの A、B 型の設計をもとに高高度での使用を考慮して、アフタークーラー付けの新しい二段式スーパーチャージャーを装備した 222E と F を追加開発した。海面高度での性能は変わらなかったが、このエンジンは高度29,500フィートで 1930hp を発生した。 この時点で最終的に問題は解決したことが明らかであったが、ユンカース社のデッサー工場が爆撃されたことにより、生産はほとんど不可能であった。最終的な高高度性能の向上を目論んで、ターボチャージャー付けの 222G と H が開発されたが、テストベッド用の式が数機製造されただけであった。ユモ222は莫大で非常に効果についた失敗策であった。 総計二百八十九機のユモ二百二十二が製造されたが、作戦活動に使用されたものはなく、誰しもがユモ二百二十二が最終的に稼働し始めるのを待ちわびていた時の九百四十年から九百四十二年にかけてのドイツ空軍機の設計に対して重大な妨げにもなった。他方ではユモ二百二十二を二機搭載する代わりに四発エンジンを装着する要求は、 ドイツのエンジン産業に過大な負担かかることから却下された。結局 u 2 2 2で見るべきものは何もなく、ドイツ空軍は戦争後期になってももともと戦前に設計された機体をわずかにアップデートしたものを使用するしかなかった。j u 2 2 2 a デ a タフロムジャー o u S。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。